リトリググッチャンアツヤそしていいえアルコースです。お願いします。お願いします。久しぶりでございます。久しぶりです。ということで今回はアメコツさんとコラボしていくんですけども、はい、アメコツって YouTube で聞いてる。結構難しいんですけど、メンバーがめっちゃ変わってるんで。あ、そうか。まあ、で僕が入ってからで言うとちょうど1年ぐらいです。あ、じゃあもう YouTube 歴も後輩で、年齢も全然、まあまあ今年22です。そのアメコズに全部おごってもらおう。よいしょ。あ、聞いてないです。綺麗なふりして。あ、いや、無理っすよ。リーダーじゃないし、リーダーこっちだし。いや、今日あの遊びって言われてきたんで、僕ら。あ、もちろん、もちろん。遊びましょう。撮影ないみたいな感じで聞いてたんですよ。そうやね、でもどうせ遊ぶならカメラ回そうかなと思って。そこまでは分かるんですよ。なんでおごるのか分かんない。俺らより登録者多いから。いやいやいや、お金めっちゃ持ってますよね。まあ、あの登録者は多いっす。そうやね、もう全然力んですよ。緊張してないから。そっちで抜いた時はどう思ったの？まあ、あの感じにもなかったんで。気づきもしません。何その色。肌やん、もういいでしょ。ほぼ肌やん。東京なんで。今日は2チームに分かれてもらいます。はい、4人でいろんなとこ行ってもらって、まあもうおごるとかはちょっともうそのチームに任せます。あ、男気にしてもいいし、はいはい、自由な感じで、うん、はいはい。でも前回僕ら大阪行ったじゃないですか、うん、はい、しょうもない居酒屋連れてかれたんですよ。しょうもない。いや、夜遅かったからな。あれはどうします？チームはグッバイでしょ。こっちにグッパ、そっちにグッパイ。グッパッパッパッ。あー、なるほど。いいんじゃない。いいや、よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速、おもてなししてもらいましょう。はい、笑う角にはフクピタル。はい、ありがとうございます。フクピタル。はい、ありがとうございます。どこに連れて行ってくれるんですか？今回は、東京と言ったらみたいなとこあると思うんですけど、浅草スカイツリーあたりに行こうかなと思って。おー、ええやん。で、一応僕が道の案内してるんで。ありがとうございます、まあ、ドライブでね、楽しみながら気まずいよな。え、いやいや、言わない方がいいっす。あんまり仲良くないのに。目の前で言わない方がいいっす。まだ2回目やもんな、実際。2回目っす。前回、新世界で奢ってくれたじゃないですか。はい、はい、うん、ちょっとあの時めっちゃ嬉しくて、俺が。え、その奢ってくれたのが。先輩にあんまそういうのないん？いや、本当にないんですよ。コモドとか奢ってくれんねや。あ、めっちゃ、いやいや、めっちゃ奢ってくれるの。どないやん。いやいや、ちょっとコモドとはちょっと違うじゃないですか。って、そのなんか、じゃあ、本格法身近な人、身近な。なるほどな、同じぐらいのレベルの。で、別になんかそんなに稼いでもないのに、その男気一つ。稼いでるわ、お前。アホか、お前。でもあれで経費ほぼ取んないやん。そうっすよ。マイナスまでいった。その男気一つで、奢ってくれたその心意気に、結構、うわ、嬉しいなと思って、ちょっと今回はちゃんと。前言いましたよ、東京来たら言ってて、そうそう、今度怒らせてください、うん、確かに確かに。いや、じゃあもう遠慮なく言ってもいいってことだね。全然割り勘で大丈夫です。全然俺らも出します。だってね、真面目やもんな。いやいや、そんなことない。危ねえ危ねえ。これ否定すんなよ。アメコズってこれ否定すんな。めちゃめちゃ悪いっすから。本題自習なんで。そうそうそう。向こうではケニー喋るんかな、やっぱり。喋らせそうやな、リクとアンツやから。確かに、うん、あー、確かに。お前こいつらです。ナビ入れた方がいい。俺こっちや。うん、40分ですけど。40分に着くの？早っ。ほんま？え？じゃあ嘘かほんまか分からへん。ほんまの時手挙げて喋って。それ40分ですか？ほんまやった。マジ尊敬しますもん、記者の皆さん。あ、手上がってた。手上がってなかった。じゃあ行きます。お願いします。今日はどうしたらいいですか？やばいやばいやばい。無口の人に回させようとしてる。絶対やばい。どこに連れてってくれるんですか？今回は、はい、お台場に行きたいと思います。よいしょ。やった。全然お台場がどういうところか分かってへんねんけど。あ、俺は分かってないな、私。なんやねん。なんでお台場連れてかれんねん。一番行くでしょ、よろずが。俺行くかな。よろず一番夜行くんですよ。あ、夜？あ、でもドライブでたまに行きますね。へえ、それは誰と？そうだと。むっちゃ仲いいよな、2人。昨日の夜電話した時もなんか2人でダーツ行ってた。でもガチでこいつプライベートで手つないで帰ったりもしてるんですよ。えっ、よろしくお願いします。はい。で、肛門ってやっぱ痛い。やってへんやろ。え、まだシワの数ぐらいしかあってないですね。めちゃくちゃ言ってる。めちゃくちゃ言ってる。え、よろずって一人っ子？上がいます。あ、上か。お兄ちゃんが6個違い。結構よろずんち特殊なんだよな、結構。そうだね、おばあちゃん認知症だし。ちょっと言わんでいい。マルチショコもやってて。
ちょ、ほんまなん？あ、これほんまですね。ほんまなんや。はい、あ、違います、ほんまです。いや、いいいいいい、なんて言ったらいいか分かれへんから悪く食っていくの、どんどん。真似した方がいいですけどね。どこがやねん。みんな幸せなんで、やっぱり気づいてないからね、やってる人は。まあ、観覧車は一緒に乗りましょう。いや、いいわ、観覧車はええわ。なんか、え、くそ、なに。すいません、カメラマンやらしてもらってます。第一線おかしい。ゲップカラーの入りおかしいやん。あの、膝広げすぎやからもう寄ってきた。お前入ってくんなよ。めっちゃ狭いねん、こっちも。4人で仲良く喋ってたら。今何日目や、東京。4日目。全部いい思い出しかないね。エスポで、アメコツさんと。お師匠さんっすね、ほんとに。写真俺らで終わり。終わりな。今日終わったもん。裸しかなれへんからさ。上半身パン一で。いやー、あれはちまいましたね、結構。どうそれとかつけろかなって迷った結局、まあ脱ぐしかないかなって。最後の方の芸人。武器ない。俺らが一緒できない。なんかイケメンってブスと付き合うって言うよな。あ、言ってた。初めて言われたんです。感動？感動っすね。よかったイケメンに言われるしたいっすね。なんで？無理やで。なんすか？逆切れ。逆切れや。ケニーはモテる？いや、モテないっすね。見てわかりますよ。うん、わかるわかる。で、なんかケニーっておしゃれって言われてるやんな。うん。なんか変な服じゃない？そこに引っかかってる時点でも負けなんすよね。いや、お前の負けだよ。言って。ケニーなんかもう最近迷走しちゃって、どう自分の世界観作っていこうかなってお酒をしてるうちに、わけわからん服着回し出ちゃって、後に着なくなってる状況です。わけわからん服着てたら、なんかこいつすごそうやなって思われると思ってんねや。そうっすね。喋んない奴がこの格好ってやばいじゃないですか。やばい。マジでやばい。YouTube やめたら、今後一切お前とは連絡が取らないじゃん。取ったねや。取った。今までの絆はあるやん。ケニーはアメコズメンバーで誰と仲いいの？仲いいよ、みんな。仲いいね。全員を気にする。2人で旅行行くなら。2人で旅行行くなら。まあ、元田はないかな。元田はないっすね。なんでなん、元田がない理由は。まあ、仲良くない。仲良くないやつおるやん。いや、それ誤解文じゃない？それは。うまいよ。ボケやから。誤解を生むんじゃないで誤解を生む。え、チャナ君とか大丈夫ですか？いじめられません？向こうで。いや、いつしょくらへんよ。トリットリー。あ、浅草着きました。ありがとうございます。じゃあここでおもてなしをしてもらおうと。はいはい、よろしくお願いします。おもてなしされる人の言い方じゃない。お願いします。いや、お願いします。いや、東京都民は来ないんですよ、こういうの。あ、そうなの。まあでもある程度店は、まあ多少は知ってるな。オッケーオッケー。じゃあお願いしますよ。お願いします。はい、だから福来たるさんの動画に出たくないっていうのは無茶振りされるんで。ああ、そうだね。俺あれめっちゃ嫌だったな。リク君か、無茶振りしてくるの。いや、そのさ、なんかやることを考えないじゃん。こうやってとりあえず歩かされる。そうそうそう。なんかしなきゃってなる。フリースタイルなんかしろ感。なるほどな。フリースタイルだろ、割と。割とスタイル、いつもなんか歩きとかそんなしないんで。食レポとかも見たことないわ。そうなんですよ。だからなんか角の方になんかあるぞって言われたりとか。あれマジ嫌だった。なんかはやらなな、あかんってなるもん。今日はお笑いやっていこう。もう恥ずかしい。それやめましょうって言ったじゃん。お笑いとか言う。普通にお腹がちょっと空いたんで。はいはい。え、これはどうする？俺ら側は。何歳でした？25。いいならいいんですけど。うん。そこから先どうするんですか？いいですね。恥ずかしさ、恥ずかしさとかがあるんで。なるほど。とかもうないよ。ないよな。捨ててきたから。あ、折れてる。うん。もう全然。僕らおごるって言っても、ありがとう。いや、ほんまにそう。ありがとうもないんか。感謝もない。そうっすよ。終わり人間。もう全然男気でもいいけど。あ、確かに。なるほど。一回やります。裏のメロンパンとか、シールの方が。あれ、やってます。待って。待って待って待って。すいません。キレキレです。いやいや、ばあちゃん。もう後ろ。暴言おもろ。おもろ。冗談ちゃうから全然。尖ってんな、浅草。尖ってるとかちゃうねん。じゃあ、おばちゃんあれ。メロンパンいいっすか？メロンパン一つ。ちょ、冗談ちゃうねんって。本当に言ってないっすか？本当のやつ。本当に？ 1 日4000個って書いてある。1日4000個で。ほんまやん。まあじゃあそこもありますから。これ有名ですよ。まだまだ。これもな。はい、これね。いちご餅？なんか、あの、浅草って言ったらこういう系なのイメージ。はい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 。餅？じゃとりあえず男気で誰が払うかね。そうっすね。ここ分割払いって言います？ゴリかねないな。いな分割払いとかあんましない。一日何十円のターン。めっちゃ喋るやん。スキニーじゃないから喋るんすか。せーの、男気じゃんけんじゃんけんほい。うわ、マジかー、嘘やー、スポーマジで負けた。安い演技。最悪やー。じゃあ、グー、じゃんけん、ぽい。
やっぱ俺らやな。おごりとか。いやもう興奮やで、こいつらは。めっちゃおごるぞ。東京観光だもん。分割払いのアメゴズって言われてたんだよ。男気なんで。待って、男気じゃけっぽい。よし、そうだな。いや、笑えてない。じゃあ、行ったことない顔。もう人形みたいな顔になってる。あれは全然。マジで。東京観光ですから。めっちゃ金あるもんな。めっちゃ金ある。もっとじゃあちょっと選んでいこうか。あ、ちょっと今立体カメラ。こいつめっちゃ金ある。大丈夫。大丈夫だ。全然。好きなもん選んでください。いいか。いいよ。ありがとう。いちごスムージー。これ美味しそうじゃないですか。300円で。色キモいよ。これ美味しそう。色。これ大阪で飲めるらしいっす。いちごスムージー。どこでも。これだけ飲めるぞ。これめっちゃ大阪で売ってるから。ナンバーとかで。マジで。これマジで浅草限定らしいっす。グリーン150円。いちごスムージー。ああ、2個で。え、こいつマジで金払いよくて、はい、5円ないから5円貸してって言うじゃないですか。LINE に元田5円。食レポとか、いやだ、そう、一人に焦点が当たっちゃうとちょっとハードル上がっちゃうから、そうちゃまったほうが踏み出しがちだもんな。それ始まった。これ始まりました。始まってます。始まりました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 。ありがとうございます。あ、これ大事じゃん。どう、あんま分かりづらい、買ったか。一回食った感想は今マジかで、二口目はマジかで終わる。全国にはないから結構伝えてあげた方が。グミ。嘘つけ。どこがグミやガチだ。はい、来ました。僕はこのいちご粒あのどら焼きですね。はいはいはい。誰か行く。俺今めっちゃ自信あります。俺も全然いい。けます。いけるいける。じゃあ俺から行こう。あ、行く。いちごスムージーいただきます。はい、どうぞ。泣きそうだじゃん。めっちゃ吸ってる感出して考えてる。考えて考えてる時間。今。冷や汗すっごい。これを逆に取れたかにしようみたいな。コンタも見えるし。逆に行ってみようか。嘘やん。嘘やん。吸えないのか。面白いことかじゃなくて。俺いけるから。いろいろ。先行先行。ちょっと、いただきます。どう？ちょっと持ってってもらっていい？なんで？ちょっと待ってて。おい、ちゃうな、撮影中やぞ。これは。こっちネタみたいな。待って。え？いや、めっちゃうまかったっす。何？めっちゃうまかったっす。めっちゃうまかった。いけるわけない。なんかこの声、お前の？知らんけど、知らんけど、ベンチマッチ言ったら、めちゃくちゃ大声出してもって、めちゃくちゃ悲鳴上がった。あ、そうだ、忘れやったっすよ。はぁって言ってた。俺らこんなんでごめんなさい。もう本当に二度とコラボしないです。マジっすよ。どうぞ。俺、あ、いいっすよ。ちょっと手が触れてあかんの。視聴者の想像以上に嫌だからね。あ、うわ、すごい。ボリュームエグい。すごいわ。この、すごいね、これ。おい、あんま口で表せへんの。もうこれどら焼きに入れて、いただきます。おい。口ちっちゃ。うん。うん、出れば。うん、うん、まっ。山田君、ヨギボー3つ持ってきて。いや、令和の焦点か、お前。頑張ります。よ、元だ。よ、元だ。頑張ります。こういうのやってます。こういう感じです。おい、泣いてるやろ、心。大丈夫か。僕のやつ。はい、ということで、お台場到着しました。ラフだなぁ。ほんと縫って始まる。いや、気合入れてたんだけどな。ということで、よし、お台場到着しました。ありがとうございます。海あり、レインボーブリッジ、東京タワーで、後ろにフジテレビ。バリ東京やん。ここは何すればいいの？ここはですね、雰囲気を楽しむ場所です。まずね、まずか、チルなスポットなんで。あ、なるほど。あと行っちゃえば、夜来た方がエモいっす。夜来た方がエモい。エモいっすね。夜景で、この間接照明バッてあるんで、男女のカップルがここで2ずつにこう等間隔に並んで、鴨川みたいな、京都みたいな感じ。あそこでラダー練習しますね。ラダー練習するの？その鴨川のとこでめちゃくちゃ邪魔やん。とりあえず喉かいたし。喉かいたっすか。じゃあなんか入りに行きますか。じゃあ、ありがとうございます。出してくださいよ。なんか東京っぽい飲み物。パイナップル、アップルなんちゃらとか、そういう上に乗ってるやつ。使ってと沖縄だけどな、それだったら。ちょっと歩きますか。じゃあお願いします。行きましょう。おい、どこ行くねん。おいおい、ほら、おい、もうやる気なかった。ほら、雰囲気あんま見ろ。ちょっと逆光やったんで、もう一回撮り直してもいいですか。初めに言えや。センスねえわ。
こう来たらどうするの。あ、でも全然余裕やな。こう来たらこう行く。いじめられない。なんかテラス。よし。え、一応おごるの。ごめん、当たり前。よろずはめっちゃ踊ってくれる気が感じんねんけど、ケニーが感じる。なんかモテな好きないんかなって。めっちゃ叩かれるで、うん、全然金出さへんやで、今日アメコズ2人しかおれへんねんやろ。確かに頑張ろうって言ってたやん、さっき。え、なんか抜けますけど、大丈夫か。あ、一緒に歩いてあげるっすよ。そうですよ。美味しいお店とか知らへんの。上にフードコートですね。あ、そうなんや。行ってみ、ちょっと上行ってみます。そのスタバとかじゃなしに。うん、あ、なるほどなるほど。この東京の感じの、俺らが欲してるものは大体わかるよ。まあ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 伝わってきますよ。うん、まあやっぱ3回なのかな。そしたらスタバ、ボンちゃん、そういうのなしでって言われて。何聞いた。いやいや、ロングボードカフェ、カフェ系が下なんでねっていう。あ、なるほどな。後で個人でラインして。言っとくけどカメラマンも来てくれてるから、おごかってらん。そう、任せてください。あ、お願いします兄さん。ほら、断られてる。どういうこと。じゃあ違う。どういうこと。何してんの。じゃあ言うやん。2回コラボ断られてる。あのアメコズのプリグロック時代に、あの元田くんが DM くれたんですよ。で、その時解散間際だったんで、話一切入ってこなかった。じゃあ今断ろう。完全燃焼やん。そうっすね。依頼して伝わってるのに返事待ってるっていう。まあ確かに。まだお風呂入ってんのか。まだプリグロック時代そのコラボ依頼いただいたんですけど、まあちょっと解散間際っていうことで、ちょっと返信できず、すいませんでした。あ、じゃあまた機会があったら。解散したんで。解散したいんで。敬語使ってもらっていいですか。そうですね。年上だぞ。すみません。ほな、カフェ行きましょう。いや、じゃちょっともうじゃあやめよう。やめましょう、ほんまに。普通に。戦いやめましょう。そうしよう。チームプレーだ。そうよ。浅草と言えばで言ってたら、人形焼きなんですかね。人形焼き。でも結構有名なのが、メンチカツ。え、結構有名なやつがあるんですよ。いや、それ行きます。結構有名、がっつり。これです。お、普通の人間でもいいです。あ、負け者がもう、あ、もう負けたもん人が行きましょう。どうしようか。最初はグー、チョキ、ポイ。俺、お前ら、そういうことよ。もう、俺には安全第一って文字が見えてるからね。頑張ってください、ちょっと。最初はグー、チョキ、ポイ。わーしょー。はい、これでかい。よっしゃ。あれ、一番絞り俺見えてる。ビール500円もある。え、ビール500円もある。どうした。おー、いいわ。ありがとうございます。もう普通に食べていこう。うまどう。めっちゃうまい。どう。いや、どうやば。今目やば。めっちゃ悪い目してる。おお、何してんの。ちょ、お前2人で1個って言ってた。あるよ。こういうの嫌じゃないです。いや、マジで。やめて、やめて。なの。やめて。こいつやばいっす。こいつやばいっす。こいつやばいっす。ふにゃふにゃすんな、二人で。もうなんかボケるのとかもやめる。やめましょう、やめましょう。もう楽しみましょう。どうやった、ビール。俺この人嫌いかも。やばいな、ビール。わかるでしょ、別に。うまいですっていい。生ビールよくあるし。そんなんでいいわけないやろ、お前。もう終わる。いやいや、この浅草寺メインがあるんで。雷門じゃないんか。浅草寺が。メインは浅草寺。半分も行ってないです。開けに回して。いや、俺変でしょ。一回やってみてや。ちょっとペニスって最初言って。で、そっから何もなかったことのように。え、眩しいな。回してくれね。ペニス。ということで、はい、着きました。お願いします。お願いします。いや、めちゃめちゃええ席。いや、いい。いいっすね。ペニスは変でしょ。やっぱ変でしょ。そう、割と自然やったけど。自然やった。ペニスって聞こえてた。何の。自然すぎてね、やっぱり。ペニス。ペニスが何のことか。ペニスって何ですか。ちょっと静かにして。ということで、おしゃれなカフェに来ましたので、デザートが有名なんかな。パンケーキですね。パンケーキが有名なんや。それがなんかもう大阪の田舎から来たから、こういうの分かれへんの。あ、東京の都会やから、そう頼むもんも任していいかな。このロケーションに合ったような。ああ、
この海辺のテラスで、うん、ここでやっぱりなんか名前面白いやつやった方が受け的のいいですか。いや全部言ったらあかんし好きかんでいいあれ、リク君の頼んで。あーなるほど、なるほどね。これがアッチャー君の頼み。日差し眩しすぎません？眩しいし、アッチャーサングラス失礼していいですか。うん、めっちゃうさんくさいじゃん。誰がうさんくさい？よろず、ほんまや、うさんくさ。お前ほんとにうさんくさいですか。いい、やりづらい。どこらへんうさつだった。笑いを吹っ込むんだけど。テニス、なんで今さら触れたんですか。ずっと引っかかってました。テニスって考えてたから、あの骨が刺さったんだろうな。なんでリアクション間違えた。立ったらいいとか、大きく見せたらいいとかじゃないよ。ミーアキャットみたいな。ここを1個ずつ。ソルティーライディスカッシュとベリー&パチスティソーセージを1つ。ありがとうございます。卵の調理方法とお付き合わせを選びいただきます。何を言ってんねんお前は。あーなるほどね。サニサラ、サニサラ嘘ついてるわこの人。プリンセスカイウラニパンチ。全然カイウラニパンチですか。はい、以上で。なんかじゃあ言うとハンバーガーとかにする。なんか おすすめお願いします。じゃあホットコーヒー。おい熱いって今。ホットコーヒーのミルク入れていてください。おい牛乳嫌い。あ、牛乳嫌い。牛のおっぱい嫌い俺。フルーツドリンク。フルーツドリンクは下の方からシュディーご選びいただきます。あ、グリーンです。写真だけはなしです、すみません。ボーカルの国な。自分でやったノリを何で俺で滑ったみたいな。ほら、全然なんで入っていけたん今の本で。担当があるなって思ったの。テニスって何。そこそこ話題言ってた。ないプリンセスカイウマニパンチ。ビール、ビール。お酒アレルギーやね。え俺だから大阪で一滴も飲んでなかったよ。あ、確かに。え乗り越えなあかんからな。そうやな。じゃあ一旦止めます。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございました。はい、スカイツリー。東京なめんなよ。あれめっちゃ高いんですから。ありがとう。じゃあ面白いチャラ君から。オッケー。カーン。マジで。これがノリを。25番でした。キチでした。今キチが全然やだな。その話し方やめて。その顔もやめて。整形して。はい。ありがとうございます。キチでした。ありがとうございます。あんまなかった。一人一人行くんですか。怖い怖い。一人一人行くんじゃないな。どうなそうちゃん。キチでした。はい、僕はパンキチ。何それこれ。戦争時ってめっちゃ厳しくなってるんですよ。あ、そうなの。全然いいの出ないんですよ。めっちゃだけ厳しい。大吉とかが出ない。全然出ないんですよ大吉。え、全然出ない。もう目の周り赤い。無理して飲んでるから目の周りあんねん。願ってることは十分に叶うでしょ。美味しろくしてくれ。こいつが一気にしたとこだけで全員出てくる。並びでしょ。悪いでしょ、悪いでしょ、良くないでしょ。大変やった。そうですね。でもまあちょっとは楽しみでしたね。いや、ほんまにでもいいおもてなしやった。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあぜひアメコズの方のチャンネルを見て、チャンネル登録お願いします。視聴もよろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。魔法の絨毯をね、はいはい、歌う前の MC で、はい、めっちゃ語るわけ。ほうほうほう。いいっすね、いいっすね。かっこつけながら、そうですね。俺自信もないし、うん、お金も地位も名誉も何もないけど、うん、でもだからこそ、うん、守りたい人がいるんだよ、ね、聞いてください。アラジンって言ったことない。頭決まりすぎてもう歌詞の結構ざわついてる。
ダメそう新曲が魔物の順当っぽいけど俺も引き下がれないからいやー痛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